しましょう。では、まず今今日はスタジオに練習に来た体で楽器を開けるところからお教えしたいと思います。ではまずはケースから楽器を取り出す時の置き方ですけど、このケースの開く真ん中の線をよく見てください。これを、深い方を下に置いて浅い方を上に置きます。だいたいどんなケースでもそうなってます。こういう風に置かないと逆にこう置いちゃったらサックスが天変地異を起こしてできますので気をつけて。そしたらかわいそうなので、そしてまず開けまして、はい、正しい向きで出てきました。これ逆だったらねゴロンで出てきちゃいますので、開けたら本体とネックとマウスピースが入っています。まずはマウスピースとネックをくっつけるんですけど、マウスピースのこう平らになってる方をこう加えるので下になるようにちょっとこうねじりながらこうまっすぐ、そのネックのとマウスピースをまっすぐにつけます。そして次に、リードをつけるんですけど、リードをつける前にこのリガチャを先にはめます。リガチャも、こういうネジが2つついてるのはだいたいこのリードが当たる下の面が、下の面にネジが来るようにこう置いて、リードをつけるんですけど、私はリードをこういうリードケースに入れてて、ちょっとこうやって加えて湿らしてからリガチャをちょっと上にずらして上から差し込むようにリードを入れます。で、このリードとマウスピースのこの隙間がだいたい髪の毛1本分になるぐらいにこう当てて隙間を見て合わせて、で、合ったらリガチャをこうネジを締めます。で、どうしてリガチャをこう先にはめたかというと、リードを例えばこう当てた後にリガチャをこうはめたら、ここに リガチャがガチャって当たってリードがバレちゃったりするのを防ぐために、先にリガチャを置いてから上からリードを貼れます。で、ネジを締めたら次は本体です。よし、本体よりまずストラップをつけて、ストラップかけないとね、バッグを落ちちゃうからね。で、ストラップを首からかけて、本体にはこのエンドプラグっていうのが元からついてるんですけど、この先っぽにこうついてる、これは絶対なくさないようにしてください。なんでかというと、これがないまま、これもちろん演奏するときいらないんですけど、これのようにしまっちゃうと、ここに隙間が、ケースの端っこのところに隙間ができちゃってこうゴソゴソしちゃうし、ここにオクターブキーと連動してる棒がついてるんですけど、それをこう蓋閉めることで保護するためにこれついてますので、なくさないで片付けるときも必ずつけてください。で、さっきのネックを本体にくっつけて、ここの両端のネジをしっかり締めたら、首立ては完成です。